グリッドコンパス1101グリッドコンパスは1982年に発売された世界初の折りたたみ型ラップトップコンピュータである。製造企業はカリフォルニア州にかつて存在した EN グリッドシステムズコーポレーションである。クラムシェル型のケースをデザインとして採用した世界初のコンピュータである。ボディはマグネシウム合金で覆われている。プロセッサは インテル8086を採用し、ディスプレイは320-240ピクセルのエレクトロルミネセンス方式、メモリは 340KB の磁気バブル方式、そしてモデムは1200ビット S のものを搭載していた。ハードディスクドライブやフロッピードライブなどの外部デバイスは IEE-488iO を介して接続することができた。この入出力機構によって、 複数のデバイスをアドレスバスへ接続することができた。重量は 5kg で、電源入力は110、220VAC、47 66、66Hz、75W であった。グリッドコンパスは独自 OS であるグリッド OS を搭載していた。その OS 上で動作するように作られた一般向けのソフトウェアは多くなく、また価格も高額であったため、 専門分野での使用に限られていた。主なユーザーはアメリカが州国政府であった。NASA は1980年代初頭のスペースシャトルのミッションで使用した。これは機体が軽量でコンパクトかつパワフルなプロセッサーを搭載していたためである。アメリカ陸軍特殊部隊軍もグリッドコンパスを購入していた組織であり、空挺兵によって戦闘時に使用されていた。 グリッドコンパスに続いて、翌年の1983年に e n ゴビロン SC や EN シャープ PC-5000 が登場した。後のノートパソコンの基本的なデザインは、このグリッドコンパスによって確立されたと言える。この折りたたみ形状のノート PC が一般的になっていったことで、グリッドシステムズコーポレーションは、多くの特許収入を得た。また、この会社は、 世界初の市販タブレットコンピュータであるグリッドパッドも1989年に発売している。最初のモデルである1101モデルは1982年に発売された。1100モデルはマーケティング用としてのみ存在した。このコンピュータはイギリスのインダストリアルデザイナーであるビル・モグリッジによってデザインされた。 その製造は1979年に始まり、その3年後になってようやく発売された。ポータブルコンピュータのオズボーン1はグリッドコンパスと同時期に発売された。折りたたみ式ほどコンパクトではなかったものの、より低価格であり、また OS も当時人気のあった CPM であったため、グリッドコンパスよりも多く売れた。ありがとうございます。